日ごとの糧、2024年6月13日。あなたたちは私の命じることをすべて忠実に守りなさい。これに何一つ加えたり減らすことがあってはならない。申命記13章1節。イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私を使わしなった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずである。ヨハネによる福音書7章16節17節。イエス様からの教えが本当に神様のものであるなら、私たちはもう少し丁寧にその言葉の理解を深めるとか、そこで語られている事柄についてもっともっとこう感じ取るという作業を丁寧に実行するということが必要なんじゃないでしょうかね。本当にそれは私に何をもたらしているものなのか、何を求めて、いるものなのか、私たちはもう少し立ち止まって、もっともっとこう真剣に自分で感じ取るというか、そういう作業が必要かもしれませんね。まあ単なるこう知的な理解とか常識的なレッスンということであれば、それほど深刻になる必要ないのかもしれません。でも神様がイエス様を通して私に、あるいは私たちに大事な心を伝えようとしておられるんであれば、その言葉を聞く態度とか、その姿勢についてしっかり正す必要があるように思いますよね。聞き漏らしたくないですし、その恵みの言葉の中に隠されている私たちに対する神様の大きな祝福というのを受け止めたいですものね。人間は意外と神様が語った事柄にいろんなことを付け加えたりとか、あるいは減らしたりして、極めて自分勝手なものにこうして、そしてまたそれで自分を縛ってしまったりということがあったような気がするんですよね。聖書を読みながら、本当にこの出来事、この言葉を通して、神様は私何を語ろうとしてるんだろうかということを、もう少し時間を割いたり、もう少しその言葉を何回か繰り返してこう思い巡らしながら考える作業、あるいは感じ取る作業というのが、もう少し丁寧に時間取られたらいいのかなと思うんですけどね。どうでしょうね。まあ今日も、皆さんにお聞きいただいたわけですけれども、イエス様の言葉、イエス様からの命令、それが私を本当に捉えているかどうか、まあ、その辺のところは、各自が本当に気をつけて、姿勢を正す必要があるような気がしますね。まあ、とにかく、良い一日になりますように。それではまた。祝福。
「